はい、今回の総選挙で決まった国会運営どうなっていくのか見ていきます。ま、うん、まずはこちらでです、はい、今回の選挙で与党が過半数割れしました、まあ、と多難と書いていますけれども、うん、まあ与党がまあ過半数を割れてしまったのでなかなか法案が可決しにくくなることが考えられますがまず最初の関門は主犯指名内閣総理大臣を選出する 方法ですね。うん、どうするのか。過半数二百三十三票が必要なんですが、まあ、改めてこの表を見ていただきますと、今回自民党・公明党まあ与党と言われる二党が過半数を割ったのでどうなるのかで過半数が必要なんですがもし。 過半数で決まらなければ上位2人の決戦投票になります議席獲得数で見ていきますとまあ、自民党そして立憲民主党なのでまあ、単純に考えると石破さんなのか野田さんなのか、うん、ということが考えられますが橋本さん内閣総理大臣が変わる可能性というのはいないでしょう<い>今のところそういうふうに聞いてます、うんうん、あえてその過半数割れしてる与党の代表に、えー、俺がやりたい っていいいう人は今いないと、うん、次参議院選挙もしんどいからまずは石破さんでそこはやってもらいながらというふうに聞いてます、うん、それから他の野党、まあ、維新も国民民主もその他の野党も石破さんに入れる、はい、野田さんに入れるそれはもう全然聞いてないので、うん、まあこれはもう両方ともまず過半数がないで石破さんと野田さんで石破さんの方が多数で石破さんになると。 ただ石破さんは国会運営がちょっと厳しくなってくる今後は厳しくなるって捉えるのか国民にとってはそれがちゃんと実質的な議論を聞けるというふうになるのかというのは今の国会がつまらないのはもう与党が過半数を抑えてるから。はい、与党で決まった法律は 基本的にはもう国会で可決なんですよだから野党は何やってるかというとスキャンダルの追及だったり日程伸ばしたりとかくだらない質問やってるとそれになるそういうことばっかりやってるけど、うん、今与党が過半数なければ、うん、これ野党の同意を得るために本当の議論が国会で行われるんじゃないかと僕は期待してます国会にはある役割があります。 法案提出も今後変化していくのではないかということなんですね衆議院議員が21人以上いる政党は単独で法案を提出することができますこれ21でいいのかな21ではい<あ>大丈夫です夫条件で一人がまず言い出す一人が必要プラス20人以上賛同する必要があるのでる合わせて21人がいる政党は単独で法案を提出することができます、はいはい、で、これまでは自民公明党そして立憲民主党と日本維新の会だったんですが 今回の選挙で国民民主党が追加されます。うん、獲得議席数見ていきますと、国民民主党は28議席獲得しましたので、まあ、21人以上いるわけなんですね。うんうん、なので、まあ、より議論が活発化すると考えていいんですか。うん、これはね、国民が増えたから活発化するっていうことではなくて、はい、与党が過半数割れするから活発化なんです。というの、ん、は。 今までこれまでも立憲とか維新はいろんな法案出してたんです、うん、いろんな法案出してたけれども全部つるしって言っても棚上げ状態、うん、全く審議されないんですよもう自民党も公明党も野党から出てきた法案を無視して、うん、自民公明だけの法案を多数決でどんどん通していくと、うん、これ過半数あるからそうなるけど、はい、今後ここなんです、うん、政権変容と言って僕はワクワクしてるのは、はい、今回はこの野党が出してきた法案 自民公明無視するわけにはいきません、うん、だって自民公明がもう自分たちの法案を通したり予算を通したりしようと思えば、はい、ここの協力が必要なわけだからここで政策的ないろんな協議が始まるわけですよ。 じゃあこっちの政策も飲むよとかうでこういうのはもう飲み食いで決まるような話じゃなくて、うんはい、本当に政策議論をやらないとこれはもう、あのー、とんでもない政策になってしまうから、うん、だから今までのこっち側の古い政治から、はい、僕はこの酒を飲んでやる政治からペットボトル片手にやる政治に切り替わってもらいたいたなと、うんうん、だからまあ,ある意味中野先生健全な対話が生まれると。 あの橋本さんおっしゃるようにヨーロッパは多数党がないので、えーうん、もともと連立がもう前提なイギリス以外はも連立が前提でパーシャル連合な政策ごとにパーシャル連合をするのでおそらくそうなっていくんだけど、うん、僕は懸念するのはその要するに政治家にそんなその議論するペットボトル法案作る能力があるのかどうかで、うん、多分、ね、全部役所に投げてくると思う、ね、だから役所がもう調整が多分もう大変で多分これ国民とかでも百様まの壁とかいろいろ言うから多分、ね、年金とかいろんな財務省ももう,もう今、戦々恐 要するに調整を全部丸投げしてくるから、彼らは、だら自分でやってくれるんやったら、橋本さん面白いに進化すると思います、これはもうよく見といてもらわんと、結局、全部ざーっとしない投げてこられたら、全部水面下で処理で、根回しみたいな話になってくるから、僕は国民、ぜひ自分でやってほしいと思います。うん、だから永田長文館をね これ変わるきっかけになるっていうのは一つはまあ繰り返し僕言ってるけどもその飲み食いを政治家がやって物事を決めることが本当にあの政策論議をするということと。役所も 感覚も変えていかなきゃいけない。政治家の何から何までのお世話をするんじゃなくて、基本的にはまあこれはイギリス型まあ他のヨーロッパ型もそうなんだけど、官僚に接触できる政治家ってもう限定されるんですよ。そう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 。<ー>だからもう官僚はもう今は日本は誰かに構わず国会議員会いろんなことを言われて全部対応しなきゃいけない。もう報告書出したり何したりしなきゃいけないけど、官僚 接触できる官僚接触できる政治家が限られてくるからだからもうそういう仕組みにしていかないと確かにこれパーシャル連合政策ごとにいろいろ調整するっても官僚もぐちゃぐちゃになるからもうそういう意味で新しいね長田町の文化霞が関の文化が変わるきっかけになってほしいと思うねぜひそれ第三者委員会の長になって言って本当にそう官僚が今もう政治家のお世話やりすぎだからもう大変すぎて今だから官僚になりたいっていう学生 それがつまらない仕事ばっかりやらされて海外に行ったら国会議員のなんかツアーコンみたいなことをやらされるしうん、うん、国会に行けばその質問とかその答えとか、うん、国会議員が全部やらなきゃいけないのに官僚が全部予想 Q&A 作ったけ、はい、それでもう夜中全部待たされるわけだから、うんうん、もうそれはやっぱり政治家の役割と官僚の役割を分けないと、うん、官僚がね もうそれ拒否すりゃいいと思う。うんうん、それ政治家の仕事だろう。でもできないのが今なんですよね。いや、言ったらいいと思う。んまあそんな根性はね。話を。言ういやいいと思う。何見いる。 例えばこれなんで無理なんですか。いややっぱ菅さんとか見たらは逆らえませんやん。菅さん怖いわですよ。菅さんとこ投げて怖い政治家見たらできませんってそんななかなかじゃない。橋本社長みたいなこれ言いやすい人だと思って言いやすい人言いやすい人,いすい人,いすい人僕の時もやっぱりこれ確かに大阪知事市長の時にはそれ上から言わないと官僚は全部やっぱ大勢に立たしてくれるからもう記者会見のペーパーもいらないよあの議会の答弁のペーパーもいらないよとこれもいらないあれもいらないってことを言ってあげないと確かにね変わらないけどそうそういう なるま未来がより見えやすくなったというふうに、うん、期待,期待前向きに捉えていきたいと 思いますはい、今後、どんなことが具体的に国会で決まっていくのか、ほんの一部なんですが、政治課題をまとめてみました、まずはやはりお金の問題、政治資金規正法の改正、また、調査研究広報滞在費、まあ、旧文通費と言われるものの使い道を公開、まあ、これ、今日石破さん、石破総理は会見で、速やかに実現を図るということ、言っていたんですが、うん、それも速やかに実現を図るじゃなくて、1週間後にやるとか言って,きて <laughs> 政治資金規正法の改正だって今、しょうもない案をね、はい、自民党と維新で作ったんだけど、うん、俺ももういつまでに変えるこれもいつまでもうこれはでももう自民党も言ってますよね。はい あと、ね、僕は消費税減税、うん、これも賛否いろいろまあちょっと経済学的な議論いろいろあるんだけど、うんはい、僕は挑戦としてねやってもらいたい、うん、でこれは維新と国民も消費税減税というふうなことを掲げてます、うん、でも自民党公明党はもう官僚たちは猛反対、うん、だけど景気の変動によって消費税の税率を変えるっていうのはヨーロッパでもやってるんですよ。な、うん、なんでできいいのって聞いたら 値札を変えなきゃいけないからとかしょうもない理由を言ってくるわけそんなのデジタル化キャッシュレスで今いくらでも対応できるんだし商、うん、店舗だったらそれ手書きのやつちょっと変えてくれるぐらいいいじゃないですか。はい、でこれはねあ,のある意味その 高級恒久的にやるかどうかは別としても、僕は非常にやっぱり、こう、景気の変動、それから物価対策とか、そういう時にね、消費税をいじるっていうのは、非常にあのいい政策だと、僕は思ってるから、今まで官僚がダメだめだだめだって言ってたことに、政治家がドーんと言える、言うためにも、維新と国民がタッグを組んで、自公過半数ないから、自公の政策を飲む代わりに、消費税5、5%まで減税しろというようなことをやってもらいたいなというふうに思いますこれなんか、私たちの生活にも直結してくる政策ですか、ね でやっぱりその高級的なっておっしゃいましたその次元的とか期間限定みたいなことはやろうと思えばできるんですよねだからそれはヨーロッパでやってるから物価高って言ってるんだから消費税その分下げればしかもそれは全部の物価を下げるんじゃなくて食料品とか生活必需品のところだけをどんと下げるとかね贅沢品の消費税なんかそのままでいいわけねだからそういうねことを今まで政治家が官僚に言われてできなかったんだけどこれ大チャンスだと僕は思うんだけどね。今回多くの野党と言われ 政党が公約にまあ減税を訴えていますのでそ,<う>まあその議席が増えた分、うん、より現実的に積極的に頑張っていただきたいなというふうには思います、ねうん、だからもう自公過半数ないんだからこれ飲まなきゃ自公の政権運営できないよっていうぐらいまで本気で腹くくって、うん、え維新と国民民主とか頑張ってもらいたいけど。はい 選択的夫婦これね野党がみんな掲げていていけそうな感じに見えるけど実は注意しなきゃいけないのは維新は反対なんです公約には選択的夫婦別姓なんか丸になってるようなところもあるんだけど維新が言ってるのは戸籍上の名前宇治は一緒にする戸籍上通称これに一般的な法的な効果を与えるという。 なるほど通称使用なんです、維新は。で、この他の野党が言ってるのは、戸籍の段階からもう夫婦の名前やアイデンティティーとし分けると、なんで維新、またそんな古いこと言うんだろうね、うんな、なんで戸籍の名前一緒にしなきゃいけないのこれで言うと、自民党と賛成党も確かそうでしたよね、よねはい、だけど、あの野党がまあと塊になれば、これも大きなチャンスないれか、自民党、賛成党以外の野党では無理。 自民と賛成あそうか公明党が選択的夫婦別姓で、はい、こっちに来たので、うん、ちょっと数も計算してないけどうい,ういけるんだ選択的夫婦別姓なんてこんなもん個人の自由を認めること、うん、すぐやんんななきゃこ女性のキャリアにも関わってくる問題ではありますので非常に注目して見ていきたいなというふうに思います。うん、橋本さんから石破総理に伝えたいこと、はい フリップにいいてたただきまましし、はい、お願いします永田町文化を壊してくれと、うん、もうこれだけもうあのこれ自民党公明党が過半数を持って与党固定野党固定だったら何にも変わらなかったけどこれから流動化が始まりますこれ流動化っていうのはもう大チャンス変わるためのね、うん、でさっき言ったけども同じ話になるけども今までは。 もう与党が出した法律がそのまま決まるから野党はやることといったら飲み食いしてちょっと修正してとかもうしょうもないことばっかりやってたけどこれからは本当にペットボトル片手の政策論議になるし霞が関の役人だってそういう状況に合わせれば今のようなやり方は違うもうそこはできませんそっちは政治の役割官僚はここまでとかね本当に大きく日本の政治行政のその仕組みを変えるためにもこの永田町霞が関の文化を破壊してほしいですけどね。石破さんも 総理やったら次も政治家辞めたらいいんだからいやいやいやそんなこといやそんなことじゃないですかいろんなライもともと総理になれる道ってなかったんだからねまあまあまあ非常に苦しかったけどだからこれでワンチャン得たんだからもう次政治家辞める覚悟でもうむちゃくちゃやってもらいたいむちゃくちゃこれでも期待するところも非常に大きいなと思ったんですけども逆にその石破さんの自民党内での立場みたいなものってどうなるんだろうその味方仲間が少ないってよく言うじゃな 今回の選挙の結果を受けて石破さん、どうなりそうなんですかね。いやそれはね これ,もこ,れこれも賛否両論あるか分からないけど、はい、やっぱり最後は独裁的にやればいいんですよ、うん、あのちゃんとそれは選挙の票審判を受けながらですよ、はい、というのは公認権持ってるんだから、はい、総理はだから俺の言うこと聞かないんだったらもう公認出さないよでもいいじゃないですかそれぐらいのことをやってまず最初に、ね、破壊的なことをやるでそれをずっとやり続けたらだめだからある程度破壊的なことをやれば次、修正として、うん、まあそこはまとめ役がやると。 まさに僕が破壊的で <laughs> めちゃめちゃ破壊しましたもん、ね、で吉村さんが修正みたいなことがあてどっちの方が指示がみんな「うっ!」っていうなら「もう吉村さん!」にみんななるわけじゃないですかもうそれでいいんだけどね <laughs> それでいいんだちょっと歪んでますねむっちゃ歪んでます <laughs> <laughs> だけどそうそうう石破さん破壊役になって次にまあ小泉進次郎さんでも何でもそういうところにちょっとまたこう修正役になってもらうもう本当に石破さんもあうともうのこと考えずにがんがんやってほしいで国民民主も維新も立憲も,もうこれは事故が関数ないんだからどんどん要求突きつけて本当に永田町の今までのですね。まを、あ、中野先生、期待していきたい。 政策論争を本当期待したいですね。うん、何台いっぱいですからね。うん、円もあの円の、まあ、円安含めていろいろ物価含めてやってほしいぜひ。はい。まあ今日は橋本さんに聞いてきましたけれども石破さんにその思いが。 伝わることだから有権者の方も不安定化を恐れちゃダメですようん、うん、不安定なところから変化が生まれる、うん、変化が生まれるところから新しいものに一歩踏み出すわけだから、うん、これ不安定っていうのは恐れちゃいけない、うん、で協議もちょっと時間かかるか,かもわかんないけど、うん、これは新しい政治を生み出すための、まあ、ちょっと生みの苦しみだと有権者も思わなきゃいけないと思いますね。うんうん